松岡くんはですね、はい、なんか喉を潰したような声で演技ができるっていう。この喉を潰したようなダミ声での熱演。愛されているはず。まさに、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 まさに。声帯かなんかをなんとかしてるの。すごい狭めてるんです。そうそうそう。そうそう。カラオケで喉を潰した。ちょっとつもうしんじゅうのちょっと言ってみてくんない？ちょっとつもうしんじゅうって言えますか？はい。ちなみにあのちょっと聞き比べたいので、はい、あの潰してないバージョンもちょっとやってもらっていいですか？うん、あ、ちょっとわかりました。ちょっとつもうしん。はい、じゃあ潰したバージョン。潰したバージョン。ちょっとつもうしん。これでもなんか喉痛めそうね、なんかちょっと痛いんです。痛いよね。続いての企画は参りたいと思います。はい、教えてアフレコ現場の裏話。イエイ。鬼滅の刃の収録現場どんな感じです？よく飲み行ったりもするんですか、みんなで？そうですね。飲み行ってどんな話するの？やっぱりゲーム？人によるんですけども、酔い方の度合いがあるので、うん、例えば花江くんだとどんな話するんですか？夏木ちょっと面倒くさくなりまして下野くんはどう地形なんですか？下野さんは説教タイプですね。そうなんだ。いろいろアドバイスアドバイスであったりとかっていうところで、うんうん、でそれであのこう紀藤さんだと飲めないので、うん、あのコーラ飲みながらあのってやってる感じですなるほどなるほど。さらに実はあのちょっと松岡くんのアフレコの最中の様子とかを知りたくて、いろんな人に内緒で実はあのねアンケートをちょっと、はい、もらってまいりましたんで、はい、あ、すみません怖いんですけど。そうなんですよ、こちらにねちょっとご意見いただいてますんで、ちょっと紹介していきましょうか。はい、はいはい、まず松